ユーザーの者どもよ、我々は猛帝国だ。どうもよろしくお願いします。というわけでね、今回はいろいろ大人の事情があって本編の編集が間に合わなかったため、お絵かき雑談動画を配信することになりました。なんでそんなこと悪の組織の俺らがやんなきゃいけないんだよ。こういうことばっかりやってるから世間から愉快な石板のお兄さんたちっていうイメージ持たれるんじゃないのか。だいたいなんでヒーローのイラストができてく様を悪の組織の俺らが雑談しながら見なきゃいけないんだよ。まあ言いたいことはいろいろあるだろうが、背に腹は変えられんというか、レッドオーシャンと言われる YouTube の荒波の中、動画配信が滞れば滞るほど辛い勝負を強いられることになるんだ。ここは一つ目をつむって協力してやろうじゃないか。雑談ってでも何すればいいの？知らんぜ。何すればいいの？見ながらなんか喋ればいい。まあ本来だったらな、こういう動画って生配信をしてもうユーザーのみんなと語り合いながら絵が完成していくというそのプロセスを楽しむもんだけども、完全にこれなんだ俺ら一方通行じゃないか。そうだな。じゃあ特撮怪人しりとり。嘘だろお前。何それ。いや、名前の通り、椿正義ってあれだろ、特撮ヒーロー路線なんだろ、そういうカテゴリーで今後やっていく、そういう構えだろ。ちょうどいいじゃないか、我々は悪の組織だから特撮怪人でしりとりやるんだよ。いくよ、ほら、しりとりのりから。始めるのだね、始めるのだね。りから始まる怪人なんか知らねえよ。そもそも怪人の名前なんて知らねえよ。りから始まるんだ、いっぱいいるだろ。リザードアンデッドだよ。知らねえよ。なんだよリザードアン、何？どうだよほら、どう？いやだから知らねえって。なんだお前、もっと頭をフル回転して考えろよ。いっぱいあるだろう。お前の目の前には選択肢という可能性が広がっているだろう。ドからと言ったらドクガンダーだろう。お前ちょっと怖いよ。そうなの？なんでそんな知ってんの？ほら、すごいな。ポンポンとテンポよくやらないと。ほらこのグダグダした感じでもう見てた客も何かいなくなってるぞ。あーやって、だから始まる。なに怪人。いやあんま止まっていいねえからな俺。大神官ダロムだろう。帰っていいかな、帰っていいかな。いやお前とは話が合わねえと思っていたけど、もうここまでとはな、ちょっと残念だ。一緒にバーチャルワールドを征服していく仲として俺は不安でいっぱいだよ。俺もいろんな意味でお前と一緒にやっていくの不安だよ。っていうかさ、まあ、言えよ、何か言えよ。さっきから俺が一人で怪人の名前言うだけのゲームになってんじゃん。そんなこと言われたってよ。俺もあれだよ、ヒントやらねえよ。ムーだよ、ムーから始まる怪人。ほら、ムーすか。お前毒殺でもなければ怪人でもねえよ。いやなんかムーって言われてパッと思いついたの、そいつしか知らねえやな。ムスカか。じゃあね、カプリコンアンデッド。すげえなお前、すごくないけどすげえな。つかまたどうかよ。知らねえよ。ドルフラングレン。再び特撮でもなければ怪人でもねえし、そもそもんだから終わっちまったよ。いやでもよく見たらイラストも出来上がりそうじゃない。あ、本当だ、もう終わる、終わるの、終わるのね。オッケー、じゃあもう終わり、終わり。